中に適応しなきゃいけないのかな。世の中が僕に合わせればいいんじゃないのかな。なるほど。世の中には金を持ってるけれども、自己プロデュースができてない人たちがめちゃくちゃ多い。まあ、適応ということもそうですけど、まあ、思考ということもそうですけど、学さんなんかでそのじゃあタイムマネジメントをちゃんとする一日のものを自分で設計するわけじゃないですか、理想のものをと。で、学さんの考えで言うとその、まあ、人生っていうのはその一日のルーティンだっていう話ですよね。365回で1年、うん、それかける、まあ、80年だったらかける80っていう話だと思うんですけれども、うん、その一日の設計がかつ世の中に適応してないといけないし、幸せ出ないといけないし、ビジネス含め結果が出せないといけないような一日を設計するわけですよね。今話を聞いててちょっと疑問に思うのは、世の中に適応しなきゃいけないのかな。世の中が僕に合わせればいいんじゃないのかな。なるほど。そうですね、圧倒的なアウトプットがあればそうなりますよね。うん、それでよくない？なるほどなるほど。実際にね、うん、もう数十年前から個人投資家は自分のペースで動いてるんだよ。うーん、自分の生きたいように生きてるんだよ、うんうん、そうじゃん、うん、でその生活の基盤をどこに置きたいかっていうのは自分が利益を得られる時間帯っていうのがあるから、それをもとに生活の環境とのバランス、うん、住む場所との住む場所と実際に稼ぐ場所との時差のバランスだったりとかを考えて、うんうん、でその時差があってもこれはできると思えばやるし、うん、いやこの時差ではできないと思ったら住む場所変えなきゃいけないしっていう中でバランスを取って選んでいくわけで、うん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 、ってことなんじゃないの。なるほどなるほど。もうじゃあその一日を設計する上で、GACKT さんが一番、まあ、一番というかプライオリティの高い要素っていうのは、その日々の生活一日を組み立てる中でどういったものになるんですか。うーん、僕は、うん、その自分がいかに一日過ごす中で生きていることに感謝できるかっていうこと、感動できるかっていうこと、うん、で自分がこの生活を送れてるっていうことに優雅だなっていう言葉が出せれるかっていうことにポイントを置いてるんだよね、うん、でその環境を作るために住む場所、住む国を選んでるんだよ、うん、で別にそれは日本がダメっていうわけではなくて、うん、僕が求めてる条件にそこ日本が入ってないってだけの話で、うんうん、それを海外で探してるんだよ、うん、で例えば人によっては景色を見ても何も感じない人もいれば、うん、僕は例えば自分が感動する景色、僕は目から入る情報や景色に対しての感動がめちゃくちゃ多いんだよ、うん、でそれによってものすごくハッピーな気持ちになれるんだよ、幸せになれるんだよ、うんうん、なんて綺麗な光景なんだろう、うん、なんて綺麗な景色なんだろう、うん、これ見て、うん、っていうことを自分が毎日毎日何回も何回も言ってる。まさしくここらの景色がそのものですよね。っていうことを自分の中で何が大切かっていうことをプライオリティを決めてやっていくべきだと思うんだよ。うん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 。そっか、それによって選ぶものも変わるし。そうですね。もちろん僕は 目から入る情報はすごい大切なんだけれども、それ以上に大切なのは例えば食事だったりするわけさ。うーん、それなんでって言われたら、僕は1日1食しか物を食べない、うんうん、で体のことめちゃくちゃ気遣って生きてる、うん、その僕がめちゃくちゃその気を使ってっていうのは、めちゃくちゃその食べるものを、うん、食べる量もものすごい制限して生きてるわけじゃない、普通の人から考えると、はいはい、その僕が食べてるものに満足できないってストレスでしかない、うんうんうん、何かをやろうとするってことは何かを犠牲にしなきゃいけない、
これさっきね17でも話したんだけども、うん、世の中には金を持ってるけれども、自己プロデュースができてない人たちがめちゃくちゃ多いっていうのと、うん、金を持ってるけれど自分の体に投資をしてない人たちがめちゃくちゃ多い、うんうん、それによって結果結論金を持ってるのに持ったまま死ぬ、うん、っていう人たちがめちゃくちゃ多いんだよ。早く死ぬってことですか。そう、うん、無駄に死ぬっていう、うん、稼ぐだけ稼いだけど結果稼ぐっていう行為で人生が終わってしまったっていう人もめちゃくちゃ多いんだよ、うん、それがその人の目的だったらいいんだけど、うん、僕は稼ぐ行為はシステムであってシステムを作るのと似てて、うん、システムを作ってもそのシステムが使えなかったら意味ないし、うんうん、作ったシステムによって上がってきたものが自分を満足させるものじゃないと、うん、そのシステムそのものにも何の意味も持たない、ね、人から見たらすごいものかもしれないけど、うん、僕にとっては大したものじゃないっていうことになってしまうし、うん、だそういう意味でその例えばお金を稼ぐっていうことはより体を壊すっていう方向に近くなるんだよね、うん、本来であれば、うん、人よりも頑張んなきゃいけないし、うん、人よりも負荷がかかる、うん、他の人たちよりも体が壊れる可能性、うん、病む可能性、心はダメになる可能性、うん、他の人たちが多いんだよ、はい、そしてお金を持った後もそれ起こるんだよ、うんうん、それまでのストレスだったりとかそれまでの反動があるから、うん、蓄積しますもんね。そう、うん、だからお金を持った人こそなおさら自分を律して生きていかないとすぐ体ってダメになる、うんうん、死んだら終わるし、うんうん、病気しても終わる、うんうん、ってことはお金を持ってイコール幸せになれないんだよ、うんうん、お金を持ってる以上より律した生活をしなきゃいけないし、うん、自分に対する自分のその体に対する投資もめちゃくちゃやるよね、うん、で投資だけじゃなくて今度制限も必要になってくる、うん、食事の回数制限、うん、量の制限、種類の制限、いっぱい制限出てくる、うん、やっちゃいけないこと、やらなきゃいけないこと出てくる、うん、ものすごい律した生活になってくるんだよね、うん、ルールがめちゃくちゃ多い、うん、その僕にとって食事がまずいって終わってるんだよもうなるほど。じゃあもうそもそも食事が外食含め、充実している国エリアしかも選ばないですよね当然。そう、だってみんなさ食事をご飯食事を取ってる時に感謝する？いやよほどわーっていうような特別な料理で美味しかった時はもちろんするとは思いますけど、日々口に何か物を入れる時にいちいち感動してる？そうですね、してないですね。ほとんど、うん、まるで動物に餌を与えるかのごとく自分の口の中に物を入れてない？そうですね、うん、だから何も感じないんだよ、うんうんうん、一個一個にそこに感動がないという意味がないってことですよね。そう、感動の連続が人生の豊かさを測る物差しなんじゃないのかなと思うんだけどね、うん、感動の回数1日において感動の回数がその人の1日をより素晴らしいものかどうかを測る物差しになってると思うんだよ、うんうん、つまり感動の回数が感動の量がその人の人生を表してるって僕は思うんだよ、うんうん、そっか。じゃあそう考えるともともとその GACKT さんって毎日すごい忙しそうだしストイックでトレーニングも大変食事の制限もしていてすごい大変そうだな GACKT さんみたいに生活をするのって思ってる人がほとんどだと思うんですけども、でもその中には他の人よりも多くの感動が仕込まれてるわけなんですよね。例えばさトレーニングするよね、はい、みんな普通ジム行くじゃん、はい、僕ジム行かないんだよ、うん、家でトレーニングするんだよ。家の中にトレーニングセットがあるよね、はい、でトレーニングしてる最中めちゃくちゃしんどい、はい、ところがパッて外に、まあ、家の中なんだけど、うん、僕の例えば庭、うん、庭というか内庭に出た時に、はい、風浴びるよね、はい、これこの環境でトレーニングできてる人世の中に何人いる？
これがあるからこのきついトレーニングやめられないよね、って言えるかどうか、で住む物件もすごい重要になってきますよね。もちろん、食事、住まい。でもそれは人はね、今までそれを僕だからそれができるんだっていうふうに思う人たちがほとんどだった、ところがここから5年後10年後に社会そのもの、仕事そのもの、教育と呼ばれるものそのものの体制が変わる可能性が大きくて、むしろ変わることによって利益を上げようとする人たちも絶対に出てくる、そうですね。そうってことはその環境がすでにもう始まっていると言っても過言じゃない、始まってからあなたはそれやるんですか、始まる前にもしくはもう始まったこのタイミングで、あなたも同時に始めますか、っていうことが出てきた時に、さっきの話思い出してほしい。先行者利益、どっちが利益取れると思うって、だからそういう、学さんって常にこうパイオニア的な位置づけでこういろんなものに挑戦してると思うんですけど、そこはやっぱそれが見えてるからってことですよね。見えてるからやってるんじゃないんだよね。やりたいからやってんだよね。おお、そうなんですね。なるほど。自分がそうありたいからやってるだけ。周りから何言われようが、自分が過度のマイノリティであろうが、気にしてない。僕が僕でいる、あるために、僕が僕自身であるためにやりたいことをやってる、やりたい生活を送ってる、そのために必要な環境を探してる、必要な環境を作ってる、っていう考え方。Don't forget to always walk on the wild side.